兵庫県多可町。人口およそ2万人の山あいの町の特産品は杉原紙という和紙です。そんな和紙を作るのがこの道23年の職人、藤田久志さん。今年1月、雪の降る厳しい寒さの中、藤田さんは川にいました。和紙の原料となる楮を川に叩きつけるようにして、汚れとアクを取り除きます。水が冷たいほど和紙の自然で温かみのある白さを引き出すといいます。水がね、ずっと冷たい方がいいですので、やっぱりこれぐらい降ってくれたらありがたいですね。杉原紙は室町時代に幕府の公文書にも使われ、江戸時代には当時流通していた紙の7割以上を占めたといいます。すっかり熟練の職人の風情を醸し出す藤田さんですが、実は多可町役場に勤める公務員、職員なのです。もともと役所の役場の職員として入って、事務職員として入りまして、希望の中に、杉原紙も作ってみたいなっていう、ある意味ちょっと軽い気持ちで書いたのが、じゃあちょっとそれが上の人の目に留まって、じゃあやってみるか。安価な海外の紙に押され、杉原紙作りの職人がいなくなる中、伝統産業を途絶えさせまいと、町ではおよそ50年前から職員を登用してきました。やっぱり一時はちょっと、いやこれ僕向いてるかなって悩んだ時期もあったんですけれども、トータルで見たら、やっぱりその役場で事務仕事をしてた時よりも充実してるなっていうのは感じています。伝統産業に従事する人は年々減っていて、後継者不足は全国的な課題となっています。多可町も例外ではなく、藤田さんに続く職人を育成するため、非常勤の職員を募集し、すでに4人の女性が職人デビューしています。美術とか、デザインとかそういうのが好きだったので、工作とかも好きだったので、手作業ちょっとやってみたかったので。民間ではなかなか収益につながらない場合は、そのまままた途絶えてしまう恐れもあるので、町としてはしっかりそれを守っていくということで。去年11月、多可町の小学6年生たちが慣れない手つきで杉原紙をすいて、自分の卒業証書を作っていました。地元の伝統文化への理解を深めてもらおうと18年前から続けていて、町内にある5校すべての小学校で行っています。そして昨日行われた卒業式、子どもたち一人一人に杉原紙でできた卒業証書が手渡されました。ありがとうございます。多可町でも有名な杉原紙だから、卒業証書で自分で作ったやつができて嬉しかった。伝統を維持しながら、今後はかつてのような産業に発展させることが町にとっての課題です。また僕の代で終わってしまうということではなくて、やっぱりじゃあ今度は僕は次の方に伝えていかないといけないなっていう、そういう使命感というか、そういうのはあります。